はい、速稼塾の久保です。今回ね、ポイントサイトで au 光ってのを申し込もうかと思うんですけども、こちらの方ね、最大で11万円分の、ポイントゲットということで、現金11万円に変わるわけなんですけども、注意しないといけないのはこれね、実はね、6ヶ月以降に初めて反映なんですよ。ですんで、ゆっくりと1年後に11万円入らないかなっていう形で考えていかないと、これね、すぐに入るわけではありませんからね、なかなか入らないですということが1点です。そしてこれはおそらくですけども、工事費用、撤去費用に 4,5 万かかるんですよ。ですんで、確かに11万円分はキャッシュバックされるんですけども、実はですね、この au 光を撤去するときに4万円から5万円の実費がかかりますんで、差し引き6万円ぐらいが手残りかなっていうところですよね。そういうふうに考えながらやった方がいいのかなと思っております。今回はね、以上ですよね。やっぱ数字が踊るとどうしてもね、飛びつきたくなるんですけども、いろんなことをね、細かく見ていかないと、あれおかしいなっていうことにもなりかねません。ただね、私これから申し込んでみようかと思います。申し込んで、1年後にね、なんかレビューをするかどうか分かりませんけども、そうですね、1年はとりあえず使ってみようかなと思います。現在ソフトバンクなんですけども、ソフトバンクからこちらの方に移ってみて、また使用感とかね、光回線の状況など、それから工事がどのぐらいのものなのか、最初の手出しはいくらかかるのか、この辺もね、細かく報告していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、もっぴでした。